手入場です。2021プレナスなでしこリーグ1部は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取りながらサポーターをお迎えして開催しています。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルなでしこリーグチャンネルではなでしこリーグ1部全132試合を生中継で配信いたします。愛媛県松山市にあります愛媛県総合運動公園球技場です。この時間は2021プレナスなでしこリーグ一部第一節愛媛 FC レディース対アンジュビオレ広島の模様をお送りします。実況小川貴博でお送りします。快晴に恵まれた愛媛県総合運動公園ホームで愛媛 FC レディースは開幕となりました。なでしこリーグ1部での挑戦は2年目になる愛媛 FC レディース。昨シーズンは10チーム中10位という高い壁にぶつかりました。しかしそこで培った力強さ粘りが大いに今シーズンにつながる手応えとなっています。また愛媛でいうと多くの主力が WE リーグへの道に進んでいます。メンバーも変わりました。キャプテンの松本は新たなメンバーで新たな歴史を刻みたいというふうに話します。対するアンジュビオレ広島は2012年に広島県広島市の横川三笹地区の地元住民らにより誕生し10年目となります。昨シーズンはなでしこ3部にあたるチャレンジリーグ西地区で6勝3分け1敗1位に輝きました。その後はコロナの影響で運営資金の不足などもありチームの存続問題にもぶつかりました。その厳しい岐路を乗り越えて地域一体でこの開幕節なでしこリーグ一部に臨みます。愛媛のキャプテンは松本、広島のキャプテンは7番の本藤です。まず愛媛のスターティングメンバーです。ゴールキーパーが三田伊佐代、ディフェンダー登録が松永咲、井ノ口春菜、長島彩香、平塚真希、ミッドフィルダー登録が大谷歩美、松本園香、高橋杏奈、鈴木紗理、フォワード登録が山田新奈、横山愛、そしてサブには三木吉美、上村彩香、村上茜、中松かなみ、藤沢なごみ、藤根ありさ、川本紗恵と入ります。対する広島のスターティングメンバーはゴールキーパーが出口春奈、ディフェンダー登録が小川優香、坂中美代、島村久美子、そしてミッドフィールダー登録が松田春奈、本藤梨沙、宮本佳恵、吉谷茜、フォワード登録が斉藤玲香、神田若穂、松山ゆめと入ります。サブには田中由紀奈、有田香奈、後藤あず、竹野谷好美、新庄舞、松田沙和です。なでしこリーグも大きく再編成され、女子サッカーにとって節目の年、大きな転換期になる2021シーズン、なでしこの最初の試合が今日始まります。なでしこリーグの選手たちはプロの選手たちとは異なり、ピッチを離れれば仕事もしています。練習は仕事を終えた後、夜からです。しかしこのリーグにはプロにはない良さがあります。これから始まる90分が新生なでしこリーグと選手たちの魅力すべてです。左にエンドを取るのが愛媛 FC レディース、右にエンドを取るのがスカイブルーのユニフォーム、アンジュビオレ広島です。主審の笛で今前半の45分が始まりました。大きく左サイドを蹴り上げていきましたが、このボールはラインを割っています。今大きく蹴ったのが27番の長島彩香です。左から右に攻めるのが愛媛、右から左に攻めるのが広島です。両チームともポゼッションサッカーを志向しているチーム、昨シーズン愛媛は一部で戦いました。今年が一部での2年目、
対する広島は昨シーズンは3部、この一部には初挑戦の年となります。愛媛がボールをキープ、このセカンドボールも収めます。一度下げて平塚から長島、そしてもう一人のセンターバック井口、サイドを広げて飛ばします。前線の鈴木サリーを狙いました。このボールはラインを割りました。愛媛のフォーメーションはこちらから見ると4バック、高い位置で奪った山田ニーナだ。山田ニーナ左足で狙いました。枠の右です。新加入の17番山田ニーナ。愛媛はスターティングメンバーで言いますと17番の山田、そして15番の鈴木が新加入として今年から愛媛でプレーをします。2人ともチフレ AS エルフィン埼玉から加入をしました。山田は昨シーズンは2試合、そして鈴木は昨シーズン大怪我があり出場ができませんでした。新天地での活躍を狙います。この選手が鈴木です。高い位置、松永が外に弾きましたが広島が対応しました。今この選手が広島左サイドに23番の吉谷、一つ飛ばしてここに6番の松田春菜がいます。右に展開、大きく場所を取りました宮本。前線 松山がいます。アンジュはセンターバックが3人、左から8番の坂中、26番の島村、そして3番の小川です。中盤カット、松田、松山、上がっていく斉藤、そして右宮本です。足を出しました。ボールはラインを割って愛媛ボールに変わります。フォーメーションで言いますと広島は3バック、そして両サイドにサイドハーフ11番の宮本と23番の吉谷、中盤の後ろに7番の元藤キャプテンと6番の松田、そしてシャドウの位置に9番の斉藤と10番の神田、ワントップに19番の松山と予想しています。対する愛媛が4バック、先ほどお伝えしたように右から松永、井ノ口、長島、平塚、ボランチに松本と高橋、右に新加入の鈴木、そして左に昨シーズンも愛媛で大きく活躍しました大谷歩み、ツートップに横山と山田と入っています。今年の両チームですが、ここは神田がキープ、左の吉谷です。新加入の選手です。吉谷から松山、ワンタッチ、神田が抜け出した、神田の右足のシュート決まった。アウェーアンジュビオレ広島、この開幕戦で愛媛相手にまず先制ゴール。試合立ち上がりまだ5分です。10番の神田若穂が得点を決めました。3部からなでしこチャレンジリーグウエストから上がってきたアンジュビオレ広島、昨シーズン1部で戦った愛媛相手にまず大きな先制点です。ナンバー10神田若穂が見事な右足コントロールショット決めました。1対0広島がリードします。この試合の立ち上がりがこの開幕戦の中で一つポイントにはなりますが、その中でチャンス、前線の松山そして神田でチャンスを作って1点もぎ取りました。ここも松山、そして落として得点を決めた神田だ。神田、よく見ているサイド、11番の宮本を上げる。宮本はボールを残します。対応したのが32番の平塚、しかしこのあたり神田も右左よくパスが出ています。相手陣地深い位置、右サイドからのスローインです。愛媛はこの立ち上がりホーム開幕戦とはなったんですが、まず追い上げる展開となりました。小川からのロングフィード、松山がセル、ゴールキーパー三田伊佐代です。先ほど得点を決めた10番の神田若穂は地元広島出身の選手で、このチーム2年目です。高校時代にもアンジュビオレ広島で1年プレーをしました。背番号10をつけることに対してアンジュも結成が10年目という節目の年、その時にこの10番をつけるということでチームの中心になれるように頑張りたいと試合前には話していました。
この先制点、大きなチームに価値ある先制点をもたらしたのは10番の神田若穂です。愛媛は高い位置からプレッシャーに行く。小川が長いパス設定、愛媛ボールです。愛媛は赤井秀一監督が4年目、ポゼッションサッカーを志向して、昨シーズンもその粘り強い攻守、ボールを握る主導権を持つというプレーを1年通して貫きました。一部の強豪を相手にその手応えも徐々に感じてきた昨シーズンでした。昨シーズンの終わり頃にはこのホームで2連勝を挙げた時もあります。ちなみに昨シーズン挙げた3勝はすべてホームで勝ち取りました。ホームでの勝負強さがある愛媛です。そのキャプテンは新しく8番の松本園香です。今日は中盤で、今は前線に位置を取る松本ですが、その松本は新しく歴史を作りたいと、攻撃参加も多いボランチです。昨シーズンは1ゴール決めています。クラブの中では小さな巨人とも言われるそのフィジカル、また競り合いの強さを持っています。井ノ口、そして長島です。この人の右足にはコントロールが非常にあります。さあ大谷を使った左サイド、高い石駆け込んでいきます。大谷歩み、愛媛の注目選手、ドリブルにも定評がある。クロスを上げた、ヘディング、うまく合わない、シュート、左足、キーパーよく触りました。外に弾き出しました。最後シュートは15番の鈴木サリでした。まだ愛媛の攻撃は続きます。左サイドからのクロス、味方には合いません。外に逃げました。先ほどシュートを放った鈴木サリは監督も期待するアタッカーです。去年は右膝の前十字靭帯断裂の大怪我、去年の経験が今年に向けた助走の1年であってほしいというふうに話しています。その鈴木サリ、一つ決定機を作りました。フォーバックの愛媛、左サイドワンタッチ、大谷です。大谷は前を向いてドリブルスタート、グラウンダーのクロス、セカンドボールを愛媛が回収しそうです。右に開いていた松永です。松永かわせるか、対応するのが23番の吉谷です。この辺りも強くいく愛媛、愛媛拾った、前を向いている高橋のシュート、ディフェンダー体を張りました。セカンドボール、ここも愛媛が回収します。高い位置で愛媛の攻撃が続きます。この選手が11番の高橋アンナ、縦パス、島村が対応、先制点アンジュビオレ広島、立ち上がり5分満たないところでこの愛媛に対して1点を奪いました。現在1対0、広島がリードしています。前半4分に神田若穂のゴールで先制点を挙げています。広島は今シーズンキャプテン7番の本藤理沙がキャプテンマークをつけます。副キャプテンにはディフェンダーの26番島村久美子。本藤は今シーズンの目標について、全試合に出場すること、そしてボランチからでも得点を奪うというふうに話しています。この一部挑戦に対してはアンジュファミリー一丸となってこの試合を戦っていきたい、応援してもらいたい、応援してあげたいと思ってもらえるようなチームになってほしいというふうに話しています。高い位置で奪った、さあ愛媛1点を追いかけます。キープするのが山田新奈です。そして鈴木サリ、広島もボールを相手に持たれますが、非常にゴール前コンパクトな自陣で相手にラストパスを通させません。今見ますと守備時は5バックの広島、そして本藤と松永控
い位置で車道に神田、そして斉藤、ワントップに松山がいます。プレッシャーをかけるのが松山、そして神田です。奪った広島、吉谷から松山、このボールは渡りませんでした。両チームの新加入選手で言いますと、愛媛は下部組織から2人、合わせて9人今シーズン新しい戦力として入ってきています。 WE リーグが9月から始まるということもあり、昨シーズンの主力上野や山口などはサンフレッチェ広島に渡りました。しかしその主力が抜けた今だからこそチャンスと、他の選手たちがしのぎを削っています。さあ前線落ちた、シュート決まった。15番の鈴木サリー、うまくゴール前で合わせました。ホームで早速同点に追いつきました。愛媛 FC レディース先制許しましたが、前半のうちまだ10分ちょっと、1対1同点に追いつきました。15番の鈴木サリーです。愛媛もホームのこの勝負強さは今シーズンも健在です。新加入の鈴木が決めました。得点を許してからも愛媛は前線でボールを持ち、そしてセカンドボールの回収も早かった。それがうまくカウンターにもつながり、前線に残っていてゴール前にいた鈴木にちょうどボールが渡り、得点を決めることができました。1対1、愛媛と広島は試合は振り出しに戻ります。開幕戦ということもあって両チーム緊張した立ち上がりになるかと思われましたが、早速両チームとも得点が動いています。激しい球際のプレッシャーなどもこの立ち上がりから見せています。愛媛はパスをつないで左サイドから松永、サイドバックの選手が高い位置を取り始めます。そして左サイド、松本が裏を狙いました。そこは使わず一度下げます。ここに横山、逆サイドを見た、大きなパス、鈴木だ、うまく足元には収まりませんでしたが、ゴール前いいパスが出ました。サポーターからは拍手が送られます。今日の試合は当日券の販売はないんですが、前売り券200枚がもう完売となっているそうです。昨シーズンと同じく声を出しての応援はできないんですが、鳴り物などの応援でこの選手たちにエールを送ります。1対1で現在試合は間もなく15分です。両チームともシステムが少し違うため、このズレをどう生かしていくかがポイントになりそうです。左の平塚から前線に向けてパスが多くなります。前には18番の横山、そして17番の山田、15番の鈴木が高い位置を取ります。島村、そして松田です。もう一度松田、この辺りもボールを取られない広島。一度キーパーに下げます。ゴールキーパーは21番の出口春菜、おととしのシーズンに日発横浜 FC シーガルズで引退をした選手なんですが、今シーズン2シーズンぶりにこのピッチに復帰しました。さあパスがつながる右サイド、一番端っこで吉谷が手を挙げるが、そこの吉谷から神田のふわりと浮かせたパス、ディフェンダーが対応します。
広島もここから選手がプレッシャーに行きます。中盤飛ばして前線の横山、ボールを残して左サイド、さあ加速していく。ディフェンダーは戻れるか。広島、大谷がボールをキープ。大谷はボールを取られません。この辺りも取られません。昨シーズン一部フル出場の大谷です。その辺りの経験がこの2年目となったなでしこ一部でも思いに生きていることでしょう。鈴木、降りてきた山田、高橋です。左サイドのスペースを使おうとします。松本、そして上がっていったのが平塚。アンジュも集中した守備で決定的なパスを通させません。山田、斜めのパスは通りませんでした。しかし相手が奪った後にもそのプレッシャーの速さがあります愛媛です。松本、ミドルを狙いました。広島は昨シーズンゴール数でいうとチームトップだった川崎がコンディション不調でこのスタメンには名を連ねていません。この試合出場はありません。その代わりに19番の松山夢がこの広島の一番前にいます。身長169センチ。スタメンは昨シーズンは一度のみだったんですがこの開幕スタメンを勝ち取りました。攻撃の糸口を探ります。右サイドからここに鈴木、そして山田、山田から松永、この辺りもパスをつなげていく愛媛です。さあ中央ワンタッチパスが通っていく。ここで広島は取りました。神田です。神田からここに2人でしかしかわします。吉谷、長いパス、前線に松山はいますからその松山を生かしたいアンジュビオレ広島です。試合も始まって間もなく20分です。両チームともに1点ずつ。試合の立ち上がり開始4分に広島が10番の神田のゴールで先制します。しかしその後愛媛もすぐさま追いつきました。新加入の15番鈴木のゴールで1対1になっています。両チームのスタッフ陣ですが、まず愛媛が有友達也トレーナー、そして諸町光彦ゴールキーパーコーチ、そしてコーチに阿久根真奈コーチ、監督は赤井秀一監督です。対するアンジュビオレ広島は赤井歩美トレーナー兼マネージャー、中村博樹ゴールキーパーコーチ、そして結城春夫 GM 兼監督というスタッフ陣です。赤井監督は選手時代には愛媛 FC でのプレーもありました。その後 FC 今治で引退をして2016年に古巣のレディースチームのヘッドコーチに就任、その後2018年の1月に監督に就任しています。昨シーズンと今シーズンの違いで言いますと、赤井監督はメンバーも大幅に変わったのでうまくいかないところは最初にあったが今はいい感じにできていると。高
橋からのパス、ここも島村が対応します。もう一度愛媛が回収、松本2人に囲まれる、松永が上がります。右足クロスを上げて大谷がいました。昨シーズンですと全試合に出場したのが今日のスタメン、長島と大谷と松本。今日のスタメンで新加入選手でいうと山田新奈と鈴木紗理です。対するアンジュビオレ広島は結城春雄監督、今シーズン3年目の指揮となります。選手時代には現在の湘南ベルマーレでプレーをして、その後甲府のトップコーチ、横浜 F マリノスのトップヘッドコーチも務めました。地元広島で指揮を取り、今シーズン3シーズン目。この一部に対しては2つカテゴリーが上がることになるので、厳しい戦いの中でどこまで戦えるかわからないが、応援したいと思ってもらえるようなチームになることを目指すというふうに話しています。このアウェーゲーム一部での最初の試合となった開幕戦でまずゴールを決めたのがこのアンジュビオロ広島ということになります。神田からのパス、松山がいました。それも決めたのは10番の神田、そのこの神田です。広島のチャンスメーカー、そしてキャプテンの本藤から吉谷、左足でクロスを上げた、キーパー三田勲が対応します。笛が鳴りました。キーパー三田勲がっちりキャッチです。今日の審判は主審が松尾久美子、副審が近藤京子と杉本美里、第4の審判が山内和恵さんです。この4人によって差を分かれます。高橋、右一番遠いところ松永を狙いますが、その手前で吉谷、このボールにもプレッシャーをいく、坂中から島村、降りてきた松田、ディフェンダーボールをつなぎます。そして神田、神田もよく選手を見えています。キャプテンの本藤は右サイドに展開、3番の小川です。この選手の右足にも定評があります。非常にテクニックのあるコントロールされたパスを出すことができます。ワンタッチでつないでいく中盤、降りてきた斉藤、笛が鳴って愛媛ボールです。先ほどの接触で選手1人倒れています。9番の斉藤に対して今審判が注意を与えています。2021シーズンクレナスなでしこリーグの開幕節、今日土曜日に一試合が行われて、残りの5試合は明日日曜日午後1時キックオフです。一足先にこの開幕節を迎えています。愛媛と広島の一戦です。高橋が上がっていって狙った、キーパー出てきます。接触ありましたが笛はありません。高い位置で奪った愛媛、この後ですがゴールキーパーまで戻ります。出口からの長いボール、
本藤、左の吉谷を走らせます。ここで一度給水タイムが取られます。試合が中断されます。試合始まって25分、両チームともこの開幕節で1点を取り合いました。アンジュビオレ広島がまず10番神田のゴールで先制、その後前半12分に15番鈴木のゴールで同点に追いついて現在1対1です。愛媛県松山市愛媛県総合運動公園陸上総合運動公園球技場は非常に良い天気で日差しがこのピッチに降り注いでいます。松山市は今日は最高気温20度近くまで上がるということで、まあ、この給水タイムで監督の指示や水分補給というのがこの後のプレーにも大きく関わってきそうです。両チームともこの開幕節で一つずつ手応えを得ているこの前半の25分でしょう。愛媛にとっては新加入の鈴木が得点を決めたことは今シーズン通して非常にいい収穫のあるというふうに言えそうです。また対するアンジュビオレ広島も3部で活躍をしていた広島のチャンスメーカー神田がゴールを決めたこと、これが2節3節と続いていきそうです。愛媛のボールで試合が再開されます。平塚真希、そして裏を狙っていた大谷です。先に触った小川、ラインを割って広島ボールです。長いボール、セカンドボール、拾ったのは広島です。その後回収が早いのは愛媛。右サイドバックの松永、そして井ノ口、32番の平塚、センターバック、このディフェンダー陣でボールをキープして徐々にボールを前進させて、そしてこのパス、長い斜めのパスを入れて相手のゴールへと攻め込みます愛媛です。この辺りの接触もありますが笛はありません。平塚は一度ボールを下げます。この32番の平塚は去年愛媛に加入して今年が2年目、昨シーズンは4試合に出場しましたが、その中でもスタメンは1試合のみでした。選手も大きく変わった愛媛の中で開幕スタメンを勝ち取った平塚です。そういう点で言いますと、センターバックの4番の井ノ口も昨シーズンは出場はありませんでした。一部初スタメンとなっています。長いパス、鈴木、さかなか、長いボールにも対応します広島。新加入の8番さかなか美桜、166センチあります。シュートに行ったゴールキーパー正面でした。15番の鈴木サリです。この右サイドハーフで主にプレーをする鈴木が非常にいい積極的な攻めを見せています。広島の新加入選手で言いますと、左サイドハーフにいる23番の吉谷茜、そして8番の坂中美桜は今シーズンからです。吉谷はチフレ AS エルフィン埼玉で5年間プレーをしました。そして坂中美桜はスペランツァ大阪高槻からの新加入です。
給水タイム明けから愛媛は両サイドハーフ7番の大谷と15番の鈴木にボールを渡そうとするシーンが多く見られます。またこの2人の選手が裏への抜け出しというのも狙っていて、ディフェンダーからの長いパスで裏抜けというのも一つ愛媛の攻め方としてこの試合ありそうです。ワンタッチ、ボールがつないでいる松本、鈴木シュート、その前で旗が上がっていました。しかしフィニッシュまで形を作りました愛媛。ここも鈴木です。非常にいい展開、ゴールまでの軌道が見えています。広島としては現在今のシーンはオフサイドとして取られましたが、あのあたり鈴木対策が一つポイントになりそうです。そういう意味では対峙するのはキャプテンの本藤であったり、23番新加入の吉谷、そして8番の坂中あたりが対応します。ここでディフェンダー井ノ口がボールを持つと、鈴木は裏への抜け出しを狙おうとします。そして逆に平塚、ここに大谷です。愛媛はボールを持っているとき15番の鈴木が非常に内側を走っています。左サイド深い位置、大谷、ボールが渡る、相手に当たりました。最後は8番の松本でした。松本に愛媛の練習について聞きますと、今シーズンは非常に集中力の高い、ある意味このスタメンが決まりきっていない中で、主力という選手が抜けた中での選手同士の出場機会争いというのが激しくなっていて、それは練習の風景を見ましても非常にアグレッシブで、そして接触も強く強度の高いプレーができているなというふうに感じます。セカンドボール高橋、ここに神田が走り込みます。愛媛がボールを回収、なかなか広島がボールを前線に運べない時間帯となっています。立ち上がりは非常にいい攻撃から先制点を奪ったんですが、このあたりは愛媛のパスサッカーをどう対策していくか。高い位置、松永です。山田、そして鈴木、鈴木は斜めのパス、島村が頭で対応します。ラインを割って愛媛ボールです。右サイド深い位置からのスローイン、前半も残り10分ほどとなりました。両チームとも1点ずつを取って1対1の同点です。松本、松山の対応が早かった。ラインを割ってここは広島ボールに変わります。セカンドボールは愛媛、本藤、そして神田、ここから落ち着いて攻撃を組み立てたい広島。3番の小川、トップの松本、そしてトップの松山、左の吉谷、11番の宮本が高い位置を取ります。神田、そして松山のところ、松山ワンタッチ、斉藤、島村から松山です。奪った愛媛、鈴木だ、スペースがある、上がっていく横山、横山ボールをキープ、下げます。
ターバックの大佐島、そして井ノ口、愛媛がボールを持つ時間が長くなっています。平塚、そして大谷、斜めのパス、17番の山田、プレッシャーに行く愛媛です。ここで奪った、右足を振り抜く、ゴールとはなりませんでしたが、いい積極性を見せました。32番の平塚真希です。鈴木、松永、鈴木がボールを持つ、倒されますが笛はありません。広島が取る、神田ワンタッチ、元藤から裏を狙う、広島は5バック、中盤に2人、シャドウに2人、そしてセンターフォワードに松山夢です。愛媛は中盤の高橋が降りてきて、そしてここに鈴木がいます。内側に絞っている鈴木がよく見られます。ゴールキーパーからのパス、元藤、愛媛が回収です。広島としてはあの辺りでボールをつないで相手陣地でボールを持ちたい。1対1同点です。愛媛対広島、愛媛のホームゲーム開幕戦、プレナスなでしこリーグ1部の開幕節です。センターバックの長島から井ノ口、井ノ口からここに鈴木がいて、鈴木が前を向けます。そして高い位置を取っているのが松永、選手が寄ってきて横山がここにいます。横山から松永がもう一度、選手に当たって、ここはゴールキックになります。この会場奥にも見える桜、非常にいい会場となっています。今日はいい天気です。松山市も今日が桜が見ごろとなっています。奥には桜、そして手前にはなでしこの花が咲きます。ゴールキーパーの出口からのゴールキック、11番の宮本、下げて小川、島村は長いパス、宮本、愛媛です。鈴木が両手を上げている、斜めのパスは相手に当たって、このボール、さあ残るか、鈴木のシュート、よく足を出しました。23番の吉谷です。松本がわずかに合いませんでしたが、非常にいい前への推進力です。両チームとも1点ずつを取ってから、その後は愛媛が押す場面が大きくはなっていますが、両チーム得点にはつながってはいません。まもなく40分が経過します。奪った愛媛です。大谷、対応する小川、大谷はボールを持つ、松本がフォローに行く、ワンタッチで内側の選手を狙いましたが、ラインを割って、もう一度愛媛ボールです。平塚のスローイン、松本逆サイドを見ますが、一度センターバックに下げます。長島と井ノ口のセンターバック、そしてここに右サイドバックの松永、鈴木サリ、少しボールタッチが乱れました。
このあたりのボールの奪うスピードも速い愛媛です。立ち上がりこそ広島に先制点を取られましたが、その後は自分たちのしたいポゼッションサッカー、そして攻め方ができている印象があります。松永から裏、鈴木一人かわした、シュート、ここも出口春菜です。よく触った、しかしフィニッシュまで行った鈴木サリー、コーナーキック。愛媛はコーナーキック前半1本目です。17番の山田が166センチ、32番の平塚も163センチあります。ここは15番の鈴木が蹴りそうです。ゴール前に1人、離れたところに人数がいる。ニアサイド、外に逃げました。ボールを読んだ山田、ワンタッチ、ここもボールを持つ鈴木だ。鈴木、少し威力がありませんでした。この前半を通して右サイドの鈴木の攻撃参加、そしてゴール前へのこの抜け出しであったりフィニッシュが非常に多く目立っています。まあ、そのシーンと同時に目立つのが広島のゴールキーパー出口の好セーブです。今シーズン一度は引退をした選手なんですが、その後広島のゴールキーパーコーチと一発横浜 FC シーガルズの時に同じ所属で、そのコーチからの誘いでもう一度現役に戻ろうと、このピッチに立とうと決意をしました。そして開幕スタメンを勝ち取った21番の出口春菜です。愛媛カウンター、上がっていく大谷、大谷は狙ってきた。昨シーズンはフル出場、3ゴールを決めた大谷歩です。日本代表経験もあります。愛媛では8年目のシーズンとなりました。高い位置でのプレッシャー、うまくかわした。相手の選手に当てて広島マイボールにします。11番の宮本佳恵のプレーです。昨シーズン宮本は2ゴール、地元広島でプレーをしています。本藤、松田、ワンタッチで前へつなぐ。前線に選手は4人、5つ下げる、広い方を展開、左足で狙ってきました。最後は6番の松田春菜です。まもなく前半も終わりますが、試合の立ち上がりにアンジュビオレ広島の10番の神田若穂選手のゴールで先制。その後愛媛は取られた後、15番の鈴木サリ選手のゴールで同点に追いつきました。その後両チーム得点に動きはなく、1対1でここまで前半を終えようとしています。長いパス、高い位置を取っていたのは松永です。松永から今度はもう一度逆サイド、大谷を走らせますが、その前で11番の宮本です。9番の斉藤、そして神田、神田は左サイドを見ます。吉谷茜、センターフォワードの松山に渡ればというシーンでした。この辺りでもう一度取り切れるか、神田取った、1人かわして、しかしこの辺りもプレッシャー強くいきます。追加タイムは1分の表示です。逆サイドを見て左サイド、一番遠いところ大谷です。奪った広島はここからつなげていきたい。松山落として、逆サイドも選手が走り込んでいるが、愛媛のプレッシャーに合います。右足で早めの長いパス、競り合って
逆サイド、さあフリーの吉谷がいる。吉谷はボックスに侵入、クロスを上げますがディフェンダーに合います。遠目から最後元藤が触りましたが、キーパーは触ってゴールキック、そうですね、そのまま三田勲が蹴ります。そしてここで前半終了の笛です。2021プレナスなでしこリーグ一部開幕節、愛媛 FC レディース対アンジュビオレ広島の一戦は、両チームとも試合立ち上がり、試合の前半に1点ずつを取って1対1同点となっています。この後もこの45分後半どう試合が動くのか楽しみです。またハーフタイムは音楽著作権の対応として、ハーフタイム中音声をオフにして配信いたします。ご了承ください。
2021プレナスなでしこリーグの開幕節、愛媛 FC レディースとアンジュビオレ広島は前半を1対1で折り返してこれから後半です。そして愛媛は早速選手交代です。11番中盤の高橋安奈に代えて20番まだ16歳の藤沢和美が入ります。この選手は愛媛 FC レディースの下部組織の選手で、この試合トップチームに帯同サブに入っていましたが、この後半立ち上がりに20番の藤沢和美初のなでしこ一部デビューとなります。手前に映っている20番の選手が藤沢和美、身長161センチです。最初にカードを切ってきたのは愛媛 FC レディースの赤井秀一監督です。前半は愛媛がサイド攻撃を中心に非常に多くの攻撃機会を生み出していました。前半を終えて1対1押していた愛媛にとっては追加点、そして広島にとってはそのあたりを対応して、このアウェーで勝ち点3といきたい残り45分です。愛媛県松山市愛媛県総合運動公園球技場で行われています開幕戦、右にエンドを取ったオレンジのユニフォームが愛媛 FC レディース、左にエンドを取ったのがスカイブルーのユニフォームアンジュビオレ広島です。愛媛は1人交代、広島は交代はありません。試合が始まりました。後半の45分です。代わって入った20番の藤沢和美は今左サイド一番手前、画面の左下にいます。左サイドに入りました。高い位置でプレッシャーをかけていく愛媛。さあその代わって入った藤沢です。小川が対応します。佐島が前に出た。横山少しタッチが長くなりました。15番の鈴木がここにいて、佐島、そしてこの選手が代わって入った16歳の藤沢。少し前半とは選手の立ち位置を変えてきているようです。愛媛は最終ラインに4番の井ノ口と27番の長島、そして2番の松永。ここは広島広いサイド、先制点を取った神田から左の吉谷です。吉谷がボックスの中に侵入、2人がかりで取りに行った愛媛、最後4番の井ノ口が対応しました。愛媛は守備時は4バック442の近い形に見えます。トップに18番の横山と、その横に山田、そして中盤に32番の平塚がいて、横に松本、左のサイドハーフに鈴木、右に大谷、そして左のセンターバックに藤沢が入っています。左のサイドバックに藤沢が入っています。割った広島ですが、ここはキーパーまで下げまして一度外に逃げます。中盤の高橋安奈を下げて藤沢を左サイドバックに起用しています。前半と比べて大谷と鈴木の位置が右サイドハーフと左サイドハーフで入れ替わって、中盤が32番の平塚と8番の松本園香となっています。
選手交代のないアンジュビオレ広島はセンターバックが3人、右に小川、真ん中に島村、左に坂中、中盤に7番の本藤と6番の松田、右に11番の宮本、そして左に23番の吉谷、そして車道に10番の神田と9番の斉藤、19番の松山夢がワントップという形になっています。小川が入れてきたスローイン、愛媛ボールに変わります。広島はこの試合の立ち上がりの4分に10番の神田若穂のゴールで先制に成功しました。その後前半の12分に15番の鈴木、愛媛の鈴木サリがゴールを決めて同点、1対1でこの後半に入っています。松本から右、後半は右サイドでプレーをする大谷歩美、井ノ口から長島です。左足で長いパス、17番の山田、山田のシュート決まった、キーパーの左手をすり抜け、追加点となりました。愛媛シーリリース、後半立ち上がり5分のところです。試合開始まもなく50分というところ、愛媛 FC レディースが逆転に成功しました。先制弾に続き追加点のゴールも新加入、山田新奈です。ともにチフレエースエルフィン埼玉から移籍した鈴木、そして山田、この試合2人ともがゴールを決めて、この愛媛ホーム戦で勝ち越しとなっています。長いパスから抜け出して山田が最後左足、ゴールキーパー出口も反応したんですが左手をすり抜けてゴールに収まりました。さあ愛媛が1点をリードする展開になります。宇田野であったオフサイドフラッグが上がっています。15番の鈴木サリが裏への抜け出しを見せました。広島としては前半押されている中でも同点でこの後半に入ってきた中で立ち上がりに失点をするということになりました。この後の途中交代での選手の活躍も期待されます。広島で言いますと今日はサブにゴールキーパーの田中、ディフェンダーに有田、ミッドフィールダー登録で後藤、竹野や新庄、そしてフォワード登録で松田沢が入っています。対する愛媛はゴールキーパー三木、ディフェンダー登録が上村と村上、このボールディフェンダー吉谷が前へ蹴り出します。上村と村上が登録されていて、ミッドフィールダー登録には中松、そして先ほど後半から入っている藤沢、もう一人が藤根、そしてフォワード登録が下部組織から上がってきた川本です。早めのクロス、直接キーパーに行きます。愛媛はフォーメーションを少し変えて選手の立ち位置を変えたことでこの後半の立ち上がり追加点が取れました。2対1でリードする展開に変わっています。2対1、1点リードの愛媛 FC レディース、3番の小川、ここに島村は今シーズン副キャプテンです。ロングフィード愛媛の選手に当たります。32番の平塚は前半は左サイドバック、この後半は中盤のボランチの位置にいます。途中のパスをカット、11番の宮本のところですが藤沢がいいプレッシャーでボールを奪いました。ワンタッチパスがつながっていく、18番の横山のシュート、キーパーが出てきた、出口が出てきました。まだあるか、山田そして大谷、松永が上がっていってクロス、キーパー触る、神田です。
広島はこの神田を中心に前半チャンスも作っていました。先制点は10番の神田若穂。後半この選手がどれだけこの試合の中で攻撃的なプレーに関われるかがポイントになります。その10番の神田はシャドウの位置です。愛媛なんですが、左サイドバックの藤沢がもう相手ディフェンダーと同じラインに立つぐらいの高さをキープしています。非常に高い位置、両サイドバックがフォートップのような形になります。中盤でボールをつなぐ平塚です。平塚はこの辺りでもボールを取られません。キープをしてディフェンダーに下げて、ここから今度は左サイド鈴木、鈴木から山田、高い位置でここから広島はつないでいきたい。倒れて広島ボールです。笛が鳴りました。愛媛のキャプテン松本、少し強めに行ってしまいました。なでしこリーグ2年目、一部2年目となった愛媛 FC レディース、新生なでしこリーグで新チャンピオンになりたいというふうに話していた松本園香です。裏の抜け出し、神田若穂を狙っていました。愛媛はここで前を向いた鈴木です。鈴木ワンタッチ前へボールを持っていく、そしてフォローに行く藤沢です。藤沢左足でのクロス、ヘディング、もう一度押し込んだ。3点目が入りました。愛媛 FC レディース、後半立て続けに2点を取りました。3対1、リードを2点に広げました。左サイドからの崩し、最後押し込んだのはキャプテン松本園香です。新女王になるべく、その貴重な3点目をキャプテン自ら押し込んで決めました。3対1、ホームの愛媛が2点リードに変わっています。やはり注目になっていた前半から鈴木の活躍が目立っていて、後半投入された藤沢が高い位置を取って、この左サイドから崩していって、そしてクロスが上がったボール最後詰めたのは、こちらも攻撃参加が豊富な松本園香でした。前半も松本は非常に運動量もあって動き回っていました。ゴール前の飛び出しが3点目につながって、ここでは広島のチャンスになりそうです。シュートに行きました。少し距離がありますが、10番の神田若穂です。この試合の先制ゴール、2021シーズンの開幕ゴールはこの選手から始まっています。2点を追いかけるアウェーの広島、佐島から藤沢を裏へ走らせます。26番の島村が対応、そして3番の小川、愛媛のプレッシャーをうまくかわして前へとつなぎたいんですが、非常に高い位置、藤沢のプレッシャーです。奪った松本、松本から大谷、神田が奪った。23番の吉谷、前へ松山を走らせます。なかなかこの試合169センチセンターフォワードの松山をうまく生かしきれていないここまでの広島です。その身長を生かしたポストプレーであったり、まあ、得意なものはヘディングシュートというふうに話す松山夢、なでしこリーグの初ゴールを狙います。そして広島も1人選手交代をしてきそうです。今ピッチの外で13番の後藤あずが準備しています。
新加入選手の後藤あず、ここで準備をしています。武蔵ヶ丘短期大学シエンシアからこのアンジュビオレ広島にやってきました。20歳の154センチです。ここで1人目の交代をしてきそうです。結城春夫監督です。長島が上がっていく、ぐっと上がっていって、長島、左の藤沢、クロスを上げる、ディフェンダーに当たります。そしてここでコーナーキックになりそうです。その前に選手交代です。ここでキャプテンの7番の元藤に変えて新加入の後藤を入れてきました。中盤の元藤に変えて13番の後藤が入ります。新加入で今シーズンから広島でプレーをする後藤あず、中盤での守備とスルーパスを得意だと話しています。後半、愛媛はコーナーキック1本目です。長島が蹴ります。4人固まっている。ニアサイド、失礼、大谷が蹴ってきました。愛媛はセットプレーのキッカーとしてこの7番の大谷、そして27番の長島が昨シーズンもよく絡んでいました。そして愛媛も2人目の交代がありそうです。16番の中松かなみが準備をしています。どうやら18番のセンターフォワードの横山に変えて中松を入れてきそうです。中盤もボールはキープできているのは愛媛です。平塚、そして鈴木、裏へ抜け出した途中交代、後半からの藤沢、クロスを上げる、相手には当たります。しかしこの後半も始まって15分ですが、左サイドからの攻撃が活発化している愛媛です。そしてここで選手2人目を投入です。愛媛、18番の横山愛に変えて16番の中松かなみです。昨シーズン1ゴールです。そして昨シーズン一部リーグでホーム1勝目を手にした2020シーズンの第3節、逆転のゴールを決めたのもこの16番の中松でした。中松と山田の2トップになります。愛媛、2点を追いかける広島、ゴールキーパー出口のキックで試合が再開です。斉藤、松山です。松田から大きく左、吉谷、ここも松本が足を出しました。そして三田もコーナーにはせずスローインにさせます。キャプテンの松本、3点目を決めました。この守備での戻りの速さも非常にこの時間もいいものがあります。3対1と2点をリードしたホーム開幕戦の愛媛、山田です。山田は前を向く。そして鈴木、ここは渡らず広島が回収。後半途中から入った元藤、藤沢はなでしこ一部デビュー戦となるんですが、非常に前へのいい活発量を見せています。外に逃げました井ノ口。ここまで愛媛は2人の選手交代、後半立ち上がりに20番の藤沢、まだ16歳の下部組織の藤沢をトップチームに帯同して今日サブでの試合登録となっていました。もう一人が中松かなみです。広島、上がっていく左サイド、吉谷、キーパーが出てきた。
吉谷茜の運動量はこの時間も落ちていません。今年から広島でプレーをします。愛媛がボールをこのディフェンダー陣でキープできているときは左の非常に高い位置に藤沢、そして右に7番の大谷が高い場所を取っています。トップに山田新名がいて、その横に中松かなみ、神田です。寄せが早かった愛媛、奪った。前線に残っているのは左に藤沢、その藤沢を使う、中に2人入ってくる。藤沢からのクロス、ラインを割ってコーナーキックです。愛媛後半2本目です。先ほどのコーナーキックでは7番の大谷が蹴りましたが、今回は27番の長島が入れてきそうです。昨シーズン全試合にフル出場できる、フル出場した長島、大学生の時は年代別代表候補にも選ばれている長島が入れます。ゴール正面、シュート、山田でした。ファーサイドにいた山田、弾かれたボール振り抜いたんですが枠には飛びませんでした。共にポゼッションを試行する両チーム、右サイド長いボール11番の宮本です。間に合いました。宮本対藤沢、宮本はボールをキープして2人目サポートが行きました。愛媛しっかりと奪います。愛媛はこの広島の5バックの中盤のサイドをよく使って攻撃につなげています。中松、ここに鈴木です。鈴木は中へ侵入、パスはうまく渡りませんでした。広島です。松山から神田、上がっていくのが吉谷で、右手を上げた松山は使いませんでした。愛媛のボールを攻撃を組み立てる時間が長くなっています。後半の立ち上がりに愛媛が逆転に成功、2対1。その後3点目もキャプテンの松本が決めて3対1、点差2つに広がっています。大谷から上がっていってキーパーで、松本から中松には渡りません。しかしセカンドボール回収が早い、笛が鳴りました。ボックスのわずかに外、愛媛 FC レディース、ここでフリーキックです。倒れているのが2番の松永、裏を抜けた選手がいて、そこにボールが渡ってディフェンダーが対応して奪った後、すぐに2人目3人目の選手がプレッシャーに行って高い位置でボールを奪うことに成功しています。枠の少し外からのフリーキックです。ボールの位置には15番の鈴木、そして7番の大谷です。鈴木だとしたらおそらく左足、そして大谷であれば右足で入れます。大谷が入れてきた、低めの弾道です。直接狙ったような軌道でした。
相手の壁に当たって愛媛、松永から鈴木、ボールを収める。いいプレッシャーにいったのは10番の神田若穂です。コーナーキック右からです。愛媛は後半3本目。本日の来場者数は303人です。ご来場誠にありがとうございます。後半はコーナーキックも多く獲得している愛媛です。鈴木が入れます。近い位置に27番の長島、山田新奈は166センチ17番です。17番は少し今ニアサイドに寄っていきました。ボールキーパー弾く。8番の松本がいました。そしてもう一度コーナーキックです。出口が先に触りました。松本がキーパーのすぐ前、そして今163センチある平塚も少しずつ寄っていって、17番の山田は近づいていきます。ここは長島にパスを出します。利き足は右、そして15番の鈴木、1人かわして左足でクロス。広島はこのピンチを脱出しました。そしてここで一度プレーが止まって飲水タイムになります。広島の選手が一人準備をしていましたが、その前に飲水タイムが取られました。準備していたのは14番の松田沙和です。この飲水タイム明けに投入されるかもしれません。後半も半分を経過したんですが、後半立ち上がりは両チーム1対1で入ってきて、その後愛媛が2点を取りました。2点目は今シーズンからチームに加入した山田、そして3点目はチームのキャプテン松本が決めて3対1となっています。これで愛媛はスタメンの新加入選手鈴木、そして山田、2人ともが得点を決めました。ここまで愛媛は手元の集計で12本のシュートを放っています。対して広島はここまで3本、大きくシュートに差が出ています。広島としてはこのあとどれだけゴール前でフィニッシュまで持ち込めるかがポイントになります。そして攻撃的な選手松田沙和、14番を入れてきました結城春夫監督。新加入の選手野島ステラ神奈川相模原からこの広島に移籍をしました。23番の吉谷に代えて松田沙和です。松田はスピードに定評のある選手ですから、ここから裏への抜け出しであったりドリブルに注目です。鈴木からの斜めのパス、松田が奪った。小川、そして島村から長いボール、代わって入った松田。6番の松田春菜、そして14番の松田沙和は姉妹で、姉が6番の松田春菜、そして妹が新加入で入ってきた14番の松田沙和です。姉妹ともにこの開幕戦でピッチで共演することになりました。鈴木ボールを取られない。松山です。ここから愛媛は、広島はボールを持って前へと長いボールですが、14番の松田には渡りませんでした。なかなか愛媛の陣地内でボールを持っていくことができていないこの時間帯の広島です。松山、松田がクロスを上げる。10番の神田が入っていきましたが、その前で板が触っています。代わって入った松田は右のサイドハーフ、そして
右のサイドハーフでプレーをしていた宮本が左に移っています。このあたりでプレッシャーに行く広島ですが、奪うことはできません。愛媛はじりじりと相手陣地内にパスをつなぎながら持っていきます。ここは意図が合いませんでした。11番の宮本です。セカンドボール、このあたりのパスカットも愛媛今日の試合目立っています。中盤の選手、前線の選手からのプレッシャーがはまって、そしてもう一度ディフェンダーに下げて攻撃を組み立てるという展開がこの試合を通してできています。縦パス山田、そして裏へ抜け出す、落としたボールは選手はいませんでした。松田接触、このあたりの球際の強さがやはり昨シーズン一部で戦った、この9月から始まる WE リーグに参入するチームたちと戦ってきた粘り強さであったり勝負強さがこの前線からの守備でもよく見られます。うまく剥がした広島です。一番左の遠い位置に宮本がいます。松山、そして斉藤、なかなか愛媛のゴール前アタッキングサイドに広島はボールを運ぶことができていません。長いパス、26番の島村です。後半途中からキャプテンマークを巻いています。14番松田沙和、ボールを奪ってここから中盤組み立て左サイド、11番の宮本です。手を挙げた松山、その松山を狙った32番の平塚がその前でヘディングで返していきます。両チームにとって今シーズンの開幕戦、今シーズンのなでしこリーグ1部は1部が12チーム、そして2部が8チームによって争われ、入れ替え戦もある2021シーズンです。1部2部ともに入れ替えがあるため、そのあたりも考えて勝ち点3を積み上げていかなければいけません。松山からワンタッチ、14番の松田です。渡ることはできませんでした。今のように169センチ、このポストプレイヤーの松山が降りてきてボールをサイドに散らして攻撃展開をしたい広島です。そして愛媛は35番の川本紗英、新しく入ります。下部組織から今年トップ昇格をした35番フォワードの選手です。地元愛媛県松山市出身、昨シーズン終盤で一部でのスタメンもありました。愛媛は下部組織出身の選手たちもこの試合投入しています。今追っている20番の藤沢もそうです。川本は17番の山田に代わって入っています。山田はこの試合逆転となるゴールを決めました。昨シーズンは2試合のみの出場、得点もなかったシーズンでした。その中でこの開幕で点を取れたのは本人にとっても自信になったゴールだと思います。3対1、愛媛がリードをしています。ワンタッチつないだ8番の松本です。クロスを上げる、コーナーキックです。
後半5本目となりました。愛媛はサイドからチャンスを作ってクロスを上げるところまでここのシーン、この時間帯よく見られています。ボールの元には27番の長島、近い場所に15番の鈴木がいます。昨シーズンこのセットプレーからのアシストもあった27番の長島、愛媛では6年目になります。ヘディング4番の井ノ口が狙ってきました。広島ボールです。チャンスを多く作りたい、まもなく80分となるアンジュビオレ広島、2点を追いかけます。この試合の幸先いい開幕ゴールは10番の神田だっただけに、その神田をどれだけ残りの10分で生かせるか、そして他の選手も連動できるかが2点目そして3点目につながります。選手が1人倒れています。4番の井ノ口春奈です。接触があって今頭、右側の頭付近を押さえて痛そうにしています。担架が準備されますが、今丸という動作も出ました。先ほどのコーナーキックからは自身の頭でシュートを放った4番の井ノ口、昨シーズンは出場はありませんでした。この試合が一部の初スタメン。井ノ口は一度ピッチの外に出ます。そしてアンジュビオレ広島は選手交代です。18番の竹野谷好美が11番の宮本に代わって入ります。この竹野谷も新加入の選手です。岡山湯の郷ベルからこの愛媛、失礼、広島に加入しました。11番のサイドアタッカー宮本に代えて18番の竹野谷選手が入っています。広島は両サイドハーフそれぞれが後半で変わっています。右に14番の松田沙和、そして左に18番の竹野谷が入っています。プレッシャー強い愛媛、中盤の平塚のスライディングも目立ちます。回収して川本、そしてワンタッチ落としてシュート、16番の中松でした。愛媛は同時に2人を入れてきます。23番の藤根と13番の村上をこの時間帯で入れてきます。7番の大谷に代わって23番の藤根です。大谷はこの試合サイドからの攻撃非常に深い位置で進入することができていました。そして村上も代わって入ります。村上はディフェンダーの井ノ口に代わって入ります。13番の村上、昨シーズン出場はありませんでした。スフィーダー世田谷 FC からこの愛媛に来ています。高い位置、長いボールで広島は逃げますが、愛媛の最終ラインがボールを回収します。裏へ抜け出し川本、中松です。中松から右、ボールは渡りませんでした。川本がプレッシャーに行く。愛媛は先ほどの2人の交代で交代枠5人をすべて使いました。
今シーズンも選手交代は5人まで、ハーフタイムを除く3回可能です。藤沢そして川本、川本は追いつきました。藤沢がボールを呼ぶ。少しパスが合いませんでした。残り試合時間も10分を切っています。一部初挑戦となったアンジュビオレ広島、試合の前半4分に10番の神田のゴールで先制をしました。その後は昨年の一部を知る愛媛、3点を取って逆転に成功しています。左サイドの藤沢です。そして15番の鈴木、平塚、小佐島、もう一度鈴木です。左サイドでボールを扱ってディフェンダーに下げて、今度はスペースの空いた右サイドも使おうとします。この時点で愛媛は前線に4人の選手がいます。松本と鈴木が2トップのような位置、中央でここで松本が降りてきます。広島は5バック、そして中盤に松田と後藤がいます。プレッシャーに行くのが斉藤、裏抜け出し藤沢です。ボールが渡りました。自ら持っていく小川が対応、こぼれ球広島は外へ出したいところですが、松山、このボールも愛媛が回収をします。この辺りも昨シーズン10チーム中10位という結果には終わりましたが、それでもその戦った、自分たちの戦い方を1年間続けた意味が今シーズンこの開幕戦から大いに生きている愛媛です。残りの時間も5分を切りそうです。松田から左サイド変わって入った竹野谷です。下げて坂中、出口から長いパス、松山プレッシャーに行きます。ゴールキーパーの三田まで下げます。松本、川本には渡らず、島村、そして坂中、小川とセンターバック陣でパスをつないで、前線の選手そして車道の2人に広島はこの試合通してパスがなかなかつながっていないように見えます。ここでいいパス出た、左サイド上がっていく竹野です。シュート1人かわして、このボール相手に当ててコーナーキックになりそうです。先制点を決めた神田若穂、後半1本目のコーナーキックです。ここまで広島は愛媛相手にシュート数を3本に抑え込まれています。このセットプレーをうまく使いたい、昨シーズンも多くチャンスを生み出しています。神田からのボール、ニアサイド、愛媛の選手が先に触ります。もう一度神田、右足で狙ってきましたが板が対応します。斉藤が追っていく、松山です。収めて逆サイド、神田のヘディング、威力はそこまでありませんでした。神田の先制ゴールで始まった開幕節、広島はその1点で抑えられています。手応えもあり、そして一部の厳しさというのも感じながらこのピッチで選手たちはプレーをしていることでしょう。それでも通用する部分というのも大きくあったと思います。その中で2節そして3節にどう変えていくのかが今シーズン始まったばかりの課題です。
愛媛はホームで3ゴール、昨シーズンはなかなか勝てなかった、それでも幸先いいスタートをもう間もなく切れそうです。下部組織から上がってきた藤沢からのパス、鈴木です。競り合った6番の松田、回収したのは平塚、中松、ワンタッチ鈴木、先に触ったのは坂中、競った後のセカンドボールも愛媛が回収します。高い位置を取っていた藤根、クロスボールは裏への抜け出し、川本には合いませんでした。まもなく後半も終了します。3対1と愛媛が2点をリードしているホーム開幕戦です。ここはチャンスになりそうだ。神田一人かわしてまだ行く、シュート、まだ行く、まだ行って自分でボールを持ちます。愛媛は2人がかりでボールを奪いに行きます。神田のプレーが目立ちますが、愛媛もボールを回収しました。なかなかシュートまではいけなかった広島です。残り少ない時間で決定機を作りたい松田、藤沢、前を向いた川本、副キャプテン島村、そして神田です。追加タイムは4分、広島は決定機を作りたい、右サイド松田です。松田、沢が上がっていく、ボックス内には4人入ってきました。松山、こぼれ球、斉藤、ディフェンダー陣粘りました。松田春奈、そして松田沢、クロスは藤沢が対応してコーナーキックです。試合も終盤、広島が徐々にこの時間攻勢を強めています。この流れで得点を取りたいアンジュビオレ広島、アディショナルタイムは4分です。コーナーキックは後半2本目、キッカーは3番の小川優香です。昨シーズンもこのセットプレーキッカーからチャンスが生まれました。小川の右足、キーパー出てきた。愛媛の守護神三田勲です。昨シーズンは怪我もありました。大怪我から復帰をして勝利に貢献した愛媛の守護神です。追加タイムは残り3分、後藤あず、左サイド手を挙げていた竹野谷です。竹野谷、中央2人、グランダーのクロス、松山を狙いました。セカンドボール神田、竹野谷、松本、そして裏へ抜け出していく16番の中松です。この試合を通して両チームボールをつなぐサッカー、ポゼッションサッカーを志向した開幕節。立ち上がりは広島、そして愛媛ともに球際激しいプレーが続きました。先制点は広島でした。開始4分に10番の神田のゴール、先制に成功します。その時は広島から来たサポーターたちも鳴り物を使ってエールを送っていました。しかしその後、愛媛も昨シーズンを知るチームとして、新加入の鈴木、そして山田、最後はキャプテンの松本が決めて3対1と、結果的にホームで3点取っています。
愛媛にとっては幸先いい白星スタートまで残り1分。広島としては点差を詰めたい残り1分。サポーターの前で得点を取ることができるでしょうか。左サイド深い位置で広島ボールです。残り30秒、松田沢、ボールはラインを割りました。ゴールキック、広島の市民クラブとして今年が10年目となった広島、チームの存続危機も乗り越えて今シーズンなでしこリーグ一部で戦っています。悲願と話していたこの一部の開幕節、相手は昨シーズンも一部で戦った愛媛です。残り時間今目安の4分台過ぎました。松田、松本、もう一度松田、そして先制点を決めた神田、手を挙げた松田沢です。その奥、竹野家のボールはゴールキックです。そして試合終了の笛、プレナスなでしこリーグ2021シーズンの開幕節、愛媛 FC レディースとアンジュビオレ広島の一戦はホームの愛媛が3-1、先制アンジュがしたんですが、その後逆転して結果3-1で勝利をしました。昨シーズンも一部で戦った愛媛、ホームでまず幸先のいい白星スタートとなりました。先制こそされますが、その後は粘り強いポゼッションサッカー、そして球際の強さ、回収の速さを見せて、先制点は愛媛の1点目は15番の鈴木沙里、そして後半の2点目は山田新奈、ダメ押しの1点はキャプテンの松本園香でした。愛媛がホームで白星スタート、勝ち点3を手にしています。対するアンジュビオレ広島としては、この一部リーグ初挑戦となった最初の試合で開幕ゴールを神田が決められたというのは大きな収穫でしょう。攻撃でも手応えもありました。しかしその中で球際の強さ、そして寄せの速さ、そのあたりで苦しんだ印象があります。しかしこれから一部リーグは始まったばかりです。2021シーズン、果たして最終節を終えた後にどのような展開が待っているのでしょうか。愛媛にとっては新加入選手のゴール、そしてキャプテンのゴールと非常に活気づく初戦となりました。駆けつけた開幕戦のサポーターの前で今選手たちは整列しています。昨シーズンも活躍した大谷であり、そして松本、長島、またそこに加わった新加入選手、そして下部組織からの新たなホープ藤沢であり、そして川本、加藤も今シーズン上がってきます。そのあたりの新たな融合が2021シーズン新生なでしこリーグでの新生愛媛 FC レディースとなりそうです。サポーターと喜びを分かち合います。ホームでの勝負強さは昨シーズンからの健在です。新型コロナの影響も多く残る中で大声での応援はできませんが、サポーターたちもこの大きな拍手、そして鳴り物、選手たちを鼓舞し続けました。
広島の市民クラブとして一部初挑戦となったアンジュビオレ広島。この愛媛の地にもサポーターが多く駆けつけ、この YouTube チャンネルでも見ている方が多くいらっしゃると思います。開幕ゴールは10番の神田若穂選手です。その中で得点も生まれました。次節につながることも大きくあったと思います。開幕節が今日の試合、愛媛 FC レディースとアンジュビオレ広島の一戦があって、明日残り5試合が行われます。新型コロナの影響も大きく残っている中で、無事に2021シーズンを最終節まで終えられることを願っています。2021プレナスなでしこリーグ一部第1節、愛媛 FC レディースとアンジュビオレ広島の一戦をお送りしました。次節もサポーターをお迎えしての開催予定です。なお感染状況によっては変更の可能性もあります。開催状況やチケットの取り扱いなど詳細は事前にホームチームの公式ホームページでご確認ください。またなでしこリーグ公式 YouTube チャンネル、なでしこリーグチャンネルでは一部の全試合を生中継で配信しています。改めて2021プレナスなでしこリーグ一部第一節、愛媛 FC レディース対アンジュビオレ広島の一戦は3-1で愛媛 FC レディースが白星を飾りました。実況は小川貴博でお送りしました。それではこのあたりで失礼します。